ガロイタリア語は、インドヨーロッパ語族イタリック語派に属する方言、地方言語。イタリア語の方言とする立場からは北イタリア語と、故障され、異なる存在だと考える勢力からは、パダーナ語、チガルピナ語とも呼ばれる。イタリア北部の他にも、スイス南部、サンマリの、モナコなどでも使われている。別称が示す通り、イタリア北部で用いられていることから、中央集権。 民族主義の立場を取るイタリアの右翼は標準イタリア語の北部方言と考えている。逆に、左派勢力を中心に地方文献を主張する勢力からは異なる言語とされる。後者はファシズムなどに代表されるイタリア民族主義によってその独自性が弾圧されていたと主張するが、彼らの間でもガロイタリア語に属する方言をさらに別言語とするのか、それとも ガロイタリア語内で、標準語の制定などの中央集権化を進めるのかで、意見が割れている。ガロイタリア語の話されている地域は、元来、ローマのラテン人の住むところではなく、ケルト人の住むガリアの一部ガリア・キサルピナであった。そこに、ローマ人が入り、ラテン語、俗ラテン語が扱われるようになった地域である。したがって、ケルト書語と古典ラテン語の根性が、 北イタリアの言語文化を育んだと言えるので、普通語を意味するガロイタリア語という名称が学術的に用いられた。ただし暫定的な名称なので、チザルピナ語やパダーナ語、北イタリア語と呼ぶべきとする言語学者も存在する。ガロイタリア語の保護は伝統的に左翼政党の役割とされていたが、近年はイタリア南部の経済不安に対する北部住民の 不満を受け皿に統制を伸ばした地域政党の北部同盟が南部批判、地方文献の一環として独自性を主張することが多く、彼らはしばしばパダーナ語という表現をする。だが前述の通り北部同盟内でも共通言語として団結するのか、それともさらなる文献を進めるのかで対立が生じており、足並みは揃っていない。これは、 共産党員としての経歴を持つ党首のウンベルト・ボッシ自身が中央集権に批判的であること、党も各州の地域政党の連合体であることなどが起因している。また同じ北、イタリアでもベネト語は独自のグループに、イストリア語は標準イタリア語と同じイタロ・ダルマチア語に属するのが有力な見解であり、必ずしも北イタリア諸語イコールガロイタリア語と言えるほど、 単純な構図ではない。中央イタリア語、南部イタリア語も、北部イタリア語も共に、ロマンス諸語、西イタロ諸語に属するため、一定の近似性を持つ。しかし一方で、より細分化した場合は、中央、南部イタリア語がイタロダルマチア語に含まれるのに対し、西ロマンス語内のガロロマンス語に属するなど違いも存在すること、つまり、 カロイタリア語にとっては、標準イタリア語よりもフランス語及び、スペイン語などの方が近いことが論争の理由となっている。また、ロマンス諸語の中で、海や多言語に隔てられた言語を除いた西イタロ諸語は、ロマンス諸語の中でも、特に強い方言連続体を形成している。だが現実問題としてフランス語、スペイン語、イタリア語はそれぞれ権威ある、独立言語とされているので、 必然的にその階に置かれている各方言も別言語としての立ち位置を得ようとする。そうした意味では、フランスのオック語、スペインのカタルーニャ語、ガリシア語に近いものがあるほか、ゲルマン語派におけるドイツ語と定作戦語の関係に相当する。なおイストリア語はイタロ・ダルマチア語に、ベネト語はベネツヤ諸語に含まれるのが有力である。ありがとうございます。